Hey guys! モンスタージョン TV! 今回はカイドウの種族についてお話をしていきたいなと思います。もしや彼はガチの鬼なのではないのか、そして彼の過去についてお話をしていきたいなと思います。安定のハゲザラシでお送りしていきます。ということで、今回ね、ちょっと最新ジャンプでいろいろと描かれていたんで、まあ、ここから気づいた点ということでね、まあ、まず一個この双竜図についてですね、双竜拳みたいな感じですね。違いますかね。はい、ということでね、まあそこから見える今後の展開っていうところで、そもそもこの双竜図って何っていうね、誰もがちょっと一回は見たことあるこの竜と竜とウルージが向き合ってるようなね絵なんですけども、ウルージはいないんですけども、これはですね、これ京都で最も古い禅寺建仁寺っていうね、寺があるんですけども、そこにはこの双竜図っていうね、なんか発音おかしかったね、双竜図双竜図っていう、まあ天井画があるんですね。でこれというのが縦 11.4 メートルとで横 15.7 メートルというね、まあ畳108畳分の大きさで天井に描かれている、もうめちゃくちゃ迫力のあるね、素晴らしいものになるんですけども、これを実は小田先生は実際に建仁寺に取材に来ていて、で年始にこれメモを取っていたんですね。でこれ結構まあ前になるんですけども、だからその時点で今回のまあその対比するカイドウと桃之助のね2匹の竜のまあ構図っていうのも思い描いていたって考えるとすごいよね。まあもっと前から言っていくと、その300話台とかでねピンクの竜のさカラー絵が描かれてるわけだから、小田先生の頭の中でどうなってんのっていうね、やっぱベガパンクじゃんっていうさ、結論そこなのよ。なんでそんな先々まで描けるのかな。いや簡単ですよ、ベガパンクだから、はいお疲れしたみたいな、そんなノリですよね。はい、ということでね、まあだからそう考えていくと、イコールこの建仁寺にはまた違ったね絵とかもあって、それというのが風神雷神のまあ図のね屏風っていうのもあるんですね。でそこから考えるに、まあ見た目的にこのギアフォースのねルフィ君っていうのは思いっきり風神という風にまあ考えられるわけじゃないですか。で雷神っていうところでエネルが来て、で外神っていうところで俺が来るわけじゃないですか。っていうところで和の国にまあもしもね本当にこのエネルが来るなんてことがあったりとか、まあもしくはもうもっと先でもいいんだけどもね、まだ今エネルが来る隙間ってあんまないなって感じがするんで、まあ先々来たとしてもいいんだけど、そうなってくると建仁寺に描かれてた風神雷神図の屏風だよね、それと同じような、まあ、展開が描かれるのではないのかっていう。で前々からこれは風神雷神ってのは俺は言ってる話なんだけども、さらに今回のでよりねその可能性が高まったのかななんていうふうに思いますけどもね。まあ一つ今回この双竜図からね気づいた点になっていて、でももう一個気になったなっていうところとしては、カイドウですね。カイドウこれ人間じゃなくて鬼の種族なんじゃねっていう、まあそもそももう人間離れしすぎだし、で7メートルね、まあ和の国の人って結構大きいなと思ったりとか、でそもそもそれ以外の人たちも結構大きかったりするんですよ。なんかザラに2メートルとかあるからさ、なんかすげえなと思うんだけど、でも7メーターはあんまないんですよ7メーターは何なんでしょうねって話で、まあママもそれでなると要はわかんねえけど、でもその子供時代にねなんか研究されて大きくなっちゃったとかっていう例もあるから、それはそれとして、でもカイドウはそれにしても見た目から何から角もバッコン生えててさ、お前人間じゃねえだろっていう風になるわけじゃないですか。まあ、っていうところで、まあ、ガチの鬼なんじゃねえかっていうところが一つ見えてきたんですね。で彼の今回言っていたセリフで、人は力で支配しろ、お前は鬼の子だ、人間と仲良くはなれねえっていうことを言っているんですね。まあカイドウはだから種族的に人間ではなく鬼であると言っているようなセリフだなっていうふうに思えるんですよ。でまあ思いっきりお前は鬼の子だって言ってるから、イコールヤマトも人間ではなくて鬼の子だよっていう、まあそういったようなことを言ってるようなもんだから、そうなってくるとまあガチでこの鬼っていうものが、まあ、種族としてねあるっていうのがこのセリフからも考えられると。でまあこのセリフの直後にそのコマとしてねカイドウも鬼そっくりになってるんですよ。なんだこの描写はっていうぐらい本当に怖いようなね、まあ感じで描かれていて、まあ本当に鬼そっくりだなというふうに思ったんですよ。だからセリフとこの小回りを考えると、まあまあまあイコールで考えていて、やっぱ人間ではないというふうに考えていくべきなのかなと思ったんですよ。でまあカイドウの子供であるヤマトもまあ一応鬼姫様っていうふうに呼ばれていたことも考えると、やっぱカイドウはね人間ではなく鬼の種族であるっていう可能性もさらにねこれは高まって
ってくるのかなと思います。でワンピースってそのたびたび鬼の子っていうのがまあ登場したりとか、まあ鬼っていうワードが出たりしているんですよ。で例えばロジャーの子であるエースも鬼の子っていう風に呼ばれたりとか、でドラゴンの子であるルフィ君も鬼の子って言われたりしているんですよ。でもまあそのドラゴンだったりとかロジャーさんっていうのはまあさっき言ったみたいにそのまあまあ仮に身長が高かったとしてもね、2メーター台とかあったとしてもまあその角生えてたりとかカイドウみたいなねもうザ鬼みたいなことはないじゃないですか。まあだからそういったところを考えていくとまあうまくそこで違いを出してるのかなというふうに思うんですよ。鬼みたいに強いっていうところだったりとか、それこそ白ひげのまあ戦うなんか頂上戦争があった時もあの白ひげ鬼より怖いみたいなことがあったんだけどもさ、なんかそれも結局はなんか力の一個のね表現なのかなって思ったりとか。でまあカイドウに関してはねまあ角も普通にガッツリある。でこれが飾りなのかどうなのかっていうところで俺は本物なのかなと思ってて、そのロックス海賊団に行った時もついてるわけですよ。でもっと行くとそのヤマトちゃんも子供の時からついてるわけなんで、まあそうなるとまあなんかあのもう一個広がった考察でもなるんだけども、麦わらの一味にもしもヤマトちゃんが入るなら多人種が多く乗っているのが麦わらの一味なんだよね。そういったところではヤマトちゃんもじゃあ多人種じゃねってなってくると鬼の血が入ってるっていう風に考えていくと、まあまあまあそこもイコールになっていく。だから角は本物だよね、ロックス海賊団の時からついてるしみたいな。でヤマトちゃんももう本当に子供の頃からついてるわけだから、まあそういうことだよねって。でボコられたりとかした後にもついてるわけだから、つけ角だったらもう取れてていいじゃないですか。ボコられてもついてるってことはね、あのまあ本物じゃねっていう風に考えてもいいのかななんて思うんですよ。でドラゴンだったりとかそのロジャーさんに関してはまあまあだから身長2メーター台なんですよ。でじゃあカイドウどうなのっつったら7メーター10センチもあるんですね。でさらにはその上空1万メートルからねあの投身自殺をしてもまあ死なないようなねあの生命力を持っていたりとか、まあこれに関してはだからね考えていくと人間のレベル超えてるんですよ。7メーターの人間とか大概いないじゃないですかっていうところだったりとか、この頑丈さ何っていうね。まあ竜だからここまで頑丈ってのは考えられる。前もこれ言ったんだけど、そのワンピースの世界でのまあ例えば上髪とかまあ蛇とかってのは硬かったりするんですよ。だから竜もめちゃくちゃ硬いっていう考え方はまあいいのかなと思ってて、まあだから硬いんじゃないっていうね考え方もできるんだけど、でも元々の種族による硬さっていう可能性もあるのかななんて思うんですね。でまあちょっと別件になるんだけども、そのガープとダダンとかの会話の時にさ、そのガープがフルボッコにされたところなんだけど、ダダンにその時のロジャーはまさに鬼、仲間の悪口を言われたと、一国の軍隊を滅ぼしたこともある、確かに怒らせりゃ凶暴、短気でわがままっていうようなセリフがあったんですね。まあだからそういったようなことを考えてもまさに鬼ってこういう風に言ってるわけだから、それっていうのはまあドラゴンだったりとかロジャーさんっていうのはまあ比喩的な意味でねあの鬼って言われていると考えるのが一番っぽいのかななんて思うんですよ。まあそこのセリフからしてもね。でカイドウに関しては種族そのものが鬼なんだろうなっていう風に思えたりとか、一個それのまああの根拠になるのがそのビブルカードですね。ビブルカードっていうのが発売されてんだけど、そこにあの属性欄っていうのがあって、ドラゴンとかロジャーさんっていうのは D の一族っていう風に出てるんですよ。だけどもカイドウに関してはまだ空欄なんだよね。だからイコールそこに何かが入ってくるっていう話なんですよ。じゃあ何みたいなさ、結構カイドウさんって竜であり、でもまあ人間の姿もあったりとか、でも鬼っぽさもあったりっていうのがあって、結局何なのっていうのがあったんですよ。だから竜であるのは能力ですと、だから竜の一族とか関係なくて、竜は能力です。で人間の姿があって鬼の姿がある、もしかしたらここのハーフなのかもねみたいな考えたりとか、まあ単純に鬼の種族なのかもねみたいなことを考えてもいいのかななんて思うんですよ。イコール種族として鬼っていうのが入ってくるのはまあ結構可能性があるのかななんて思うんですね。でさらにはそのオーズとカイドウの角ってのは結構似ているんですよ。形がちょっとねあの違うっていうのはあるんですけども、でビッグマムのいうそのトットランドにいない3種のね種族っていうところで考えていくと、まあ巨人族っていうのがまずいないですよと、でキングのル
ナーリアがいないですよと。であともう一種何ってなったら、それカイドウの鬼なんじゃねっていうことを考えることもできるんですよ。まあ鬼って今まで出てきてないしね、あの残りがカイドウだけなんじゃないっていうふうに考えていくと、まあそれはそれなのかなって考えたりとか、まああとはもう一個ちょっとトリッキーな考え方をすると、ね、古代巨人族の末裔とかで、まあその鬼の種族みたいな感じになっていたら、それはそれで面白いのかななんていうふうにも思うんですよね。だから古代巨人族の末裔が鬼の種族っていうふうに言われてるなんていうことも、まあ考えられなくもないのかなっていう、まあその大きさ的なところを考えたり、角を考えたりしてもね。で、そう考えていくと、ナンバーズのような古代巨人族の失敗作を買い取ったり、その鬼ヶ島っていうもう本当に鬼の頭蓋骨みたいなね、形をした島にいるのも、まあ種族の関係上っていう関連性は見えてくるんですよ。イコールカイドウ優しいじゃんみたいなことになってくるんだけど、まあそういうところも見えなくはないのかなみたいな。まああとは単純に本当にあの種族は鬼って言ったら単にそれだけっていうのもあり得るんだけども、古代巨人族っていうのも忘れちゃいけないのかなって思うんですよ。で、そもそも古代巨人族っていうのはトットランドにいないじゃないですか。歴史の彼方に消えたっていうところでも大前提として古代巨人族っていうのはいないから、そこを考えてもいいのかなと思うんですよ。その3種の残りの1個はね。でもその末裔がカイドウだったっていう風に考えていくと、時代の流れとともに、まあ、その後輩の関係上を、まあ、今のスタイルになったってことも考えられるので、それが鬼の一族って言われてる可能性もあるんで、そういった繋がりを考えてもいいしっていうね。まあちょっとそこら辺はどういう風に広がるのかは、まあこれからなのかなっていう風に思うんですけどもね。まあだから現状としては、そのカイドウの鬼の種族っていうのもね、ルナーリアみたいにその歴史の彼方に消えちまったっていうのはね、考えられなくもないのかななんていう風に思います。だから結果としては、そのカイドウしか鬼の生き残りがいないから、まあそれでビッグマムはカイドウをね、トットランドに強制的に住まわせることもできず、まあ結果としてはトットランドにはカイドウの、まあ鬼なのか古代巨人族なのか知らんけど、まあその種族がいないっていう現状になってるのかななんていうふうにも思いますけどもね。まあ鬼なのか古代巨人族なのかっていうね、末裔なのか、そこら辺の絡みはまあいずれにしても結構来るのかななんていうふうに思いますけどもね。はい、ということでまとめていきましたけども、いかがでしょうか。まあ双竜図から見える展開と、そしてやっぱカイドウの種族だね。で、やっぱ彼は今回その人を信じるなとか支配しろってことを言ってるから、多分過去に信じた結果裏切られたと思うんだよね。それがロックスカイ族団なのかなと思うんですよ。ロックスカイ族団ってクズの集まりじゃないですか。仲間同士で殺し合いしたりとかね。まあだからそう考えると、うまく利用されたりとか裏切られたりして、ふざけんなよっていう風に思ってるのかなと思うんですよね。だから今のスタイルに至ってるのかなみたいな。なんとなく俺はカイドウの階層とかでね、ねえカイドウの階層なんかっぽいですね。破壊層みたいなね。はい、違いますね。ウルージーですね。ということで、なんかそこら辺も来るのかなと思ったりしますけどね。皆さんいかがでしょうか。ということでね、皆さんの思うところコメント欄に書いてください。で、最近ね、マイクラやってます。マイクラで和の国を作るっていうことで、もうすげーのできてるから、もう毎日8時に上げてるんで、チェックしてください。はい、もう本当にすげー楽しいゲームの運びをしててね、もう毎日がもうね、もうハッピーインカザらしいです。ということでね、ぜひともみんなチェックしてください。で、グッドガッツリ、もうグッドめっちゃ大事なんでね、もう全部の動画ね、もう見たら、うんって感じで押してくれたら嬉しいです。ということでね、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラ、シンプルパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!